はいこんばんは、はい、今日はね、はい、12月の13日、えー、月曜日夜の11時13分です今日の動画なんですけども、あのー、近々、えー、届く商品のことについてちょっとお話ししたいと思います、えー、大変なものが、えー、届きますあさって水曜日ですね えーと自分一応この前ねちょっと仕事で出たんで大給で15日お休みいただいてましてその日に、えー、ほとんどもうまとめてアマゾンから、えー、商品が届くということになっておりますえー、ほぼ15日ですね結構あのー、結構な 商品点数になりますんでまた、えー、水曜日届いたらちょっと紹介、えー、商品紹介ねしていこうかなって思っております、えー、一つはねちょっと危ないものですねえー、っと危ない危ない危ないうかですねえー、っとね先週 先週の、えー、12月の8日に発売になりました、えー、モデルガンになります一つはねえー、まあ、えー、田中さんから出ておりますまあ分かる方は分かると思いますえー、まあアブデカでね、えー、今日さまが使ってるモデルマン、まあ、10になりますえー、名前がねキャリーコップ3インチですまああのー、アブデカこれ劇場版のやつだったかな それを見ている方なら多分分かると思います。今日様が使っている銃をね、キャリーコップ。えー、S&W、今まではね、コルト製を使ってましたけども、えー、今回、えー、S&W、スミスウェス,、ね、ス,ス,ストの、えー、銃を使っております。弾丸は357マグです。スミスウェストなんで S&W なんでね、左回転ですね、シリンダーが。コルトは右ですけどね。 ルトとまあ、S w、は回転の方向が違うんでまあそれでメーカー識別みたいな感じですかね要はでまあそのキャリーコップ来ましてキャリーコップの付属品ではないんですけどもそれにええー 付属品ではないかに使うえー、まあいろいろねポーチとかえー、スピードローダーいっちゃいましたねスピードローダーなんかもちょっと注文しておりますスピードローダー今回2個注文しましたえー、これ本物の USA 製ですねで実弾が入るちゃんと実弾が入るスピードローダー本物のアメリカ製です でなんで2個買ったかというと、ね、1つは純正カートリッジのためのスピードロードでもう1つが、ね、シーティクというメーカーから出ている、まあ、知っている方は知っていると思うんですけども、えー、トリプルカー,カートリッジですねちょっとかみかみやなトリプルカートリッジ1個の薬球の中に3個火薬が入るトリプルカートリッジ。 それ用に1つ。ということで、計2つですね。純正ノーマンの薬きとシーテックのトリプルカートリッジ用のスピードローダー。1個1個ね、2個購入しました。あとポーチですね。スピードローダーが入るポーチが2個こう横につながってまして、入れるポーチを買いました。 まああのー、アメリカの警察とかの、えー、ガンベルトとか見てるとね、えー、よく、あのー、スピルローダーの入ってるポーチ見たことあるかどうかちょっと分かりませんけどもある方はあると思いますなんかねそれも HKS というアメリカの本物のスピルローダーのポーチ、まあ、4000ちょいで Amazon でありましたけどねそれはちょっと高いんで なんちゃっての、まあ、ポーチですねそれを買いました素材は非常に柔らかそうなやつですねで本物だとねあの結構ぎっしりしててちょっと硬いんですよねなんか見た感じでちょっとお高めなんでやめました、まあ、今回いろいろ年末ということもあって、まあ、今年 1>, 1年頑張ったでしょうという感じで自分に、えー、クリスマスプレゼントを買ってみましたうん結局お金減るのはね自分の口座、えー、から減っていくんですけども <laughs>、えー、去年はね、あのー、プロソソニックかな、あのー、コードレスの、えー、掃除機を 自分用に買いました。まあ掃除機なかったんでね、まあプレゼント、自分にプレゼントみたいな感じで買いました。あれも、えー、っと、割引やって約2万円ぐらいで買えますね。で、今回はまあいろいろ、銃のパーツ、モデルガンのパーツね、いろいろ。 購入ししてみましたいつもね、銃だけなら銃だけなんですけども、今回いろいろ周辺、周辺パーツを、えー、揃えてみました。まあそれでね、撃 <laughs> って遊ぼうってわけじゃないんですけども、ちょっと雰囲気をね、えー、スピルローダーケースとか、ポーチか、えー、スピルローダーとかね、こう入れて遊ぶ みたいな感じいかにスピードローダーがあると早いかって球団がねちゃんと <laughs> まああの <laughs> デザートミルかって全然売ってないんですかねあれから動画上げてから全然一発も売ってないんで本当にえ開封済みのし未使用ってやつです今の状態は でダ,ブダブルキャップの、えー、デトネーターとかね、えー、薬莢とか買いましたけども結局2つじまいで今年終わってしまうという感じですねまあこのキャリーコップも打つことは多分ないんかなと思います本当に飾りオブジェとして家に、えーに箱に入ったまま 眠らしておくっていう感じになるかもしれませんこれが本当の宝の持ち腐れってやつですね何してモデルマンなんでね火薬なんでこの街の中じゃ打てないんですよ本当に河川主義でもまず無理ですね結構あの休憩してる人がいるんでね河川敷でもそうすると山奥行かないとねあの発砲できないんですよ <laughs> 発砲 <laughs> うん 打てないんですよで、まあ、クマの、ね、サ,イサイレンアンプと一緒でね街の中でサイレンなんか鳴らせないんですよ当たり前ですけど山行かないと鳴らせないんです重火って一緒ですもう山行かないと撃てないんですから、うんまあ、そんな感じで、えー、あさってアマゾンからいろいろ届きます、まあ、来たらね、えー、一個一個 また紹介していくんで、またよろしくお願いいたします。とりあえず、重要なところは、銃のえーパーツとか、そういうのを今話しました。<laughs> スピードローダーとかね、ポーチとか。まあ、その他にもまた届くんで、来たらまた動画を上げますので、よろしくお願いいたします。では、えー、今日は動画の えー、商品紹介じゃなくて、えー、水曜日15日に、えー、届くよという商品のね紹介をいたしました、えー、では基礎302でしたご視聴ありがとうございました